こんにちは、プライマーズです。今回は白髪のカラー剤についての特徴についてお話したいと思います。グレーカラー剤は白髪を染めるため、ブラウン系で染料も多い場合が多く、色の鮮やかさの彩度は低く、白髪と黒髪が馴染みが良くなるように設定されています。一方、ファッションカラー剤は黒髪に色味を表現するため、サイドが高くなるように作られています。それぞれ同じレベルの薬剤を比較したとき、色素量の多いグレーカラー剤の方が一般的に明るさの明度は下がり、暗く見える特徴があります。特にドラッグストアなどで市販されている白髪のカラー剤は、黒くなる特徴が、白髪がよく染めるために暗くなる特徴があります。明るい白髪をしっかり染まる明るい白髪染めをご希望の方は、やはり専門の美容室へ行かれることをお勧めします。では。